見て皆さんこんにちは、ジョニーちゃんのしほです。はい、というわけで今回ですね、あのね、とうとうあのもう夏休みの終わりということで、もう終わっちゃうね、始まるということなんですけど、私まだ文房具を揃えておりません。ということで今回はね、あの文房具屋さん、雑貨屋さんに来ているので、今回は楽器の準備をね、楽器の準備をしたいと思います。はい、時計になってる。冷たい。見て。ん？かわいい。見てくれてたのね。かわいい。めっちゃかわいい。でもこれ学校に使えないね。そうね。ボールペンはね、今回はいいので、しょうちゃんはまだ鉛筆1台。水はいっぱい。水。どうしようかな。ゆみちゃんも鉛筆見る？鉛筆は、あ、リミ鉛筆買ったんだ。買ったよ。そうだ。しょうちゃん鉛筆見る？あ、かわいい。かわいい。これと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 。あ、はい。かわいいのが私好き。これね。うん。消しゴムだ、消しゴム。かわいい。かわいいね。うん、これかわいいよね。どこにあったこれ。これ。しほちゃんはシンプル好きだから絶対この辺だよね。そう。でもね、ほら、見てこれ。ちっちゃん。ここだから、一回だからいいんだよね。これ。これもかわいい。かわいい。めっちゃかわいい、これ。うん、迷う。でもね、こういうのもいっぱいね。どうしよう、迷う。ここ大好きなの。じゃあ迷ってください。選びましょう。鉛筆決まりましたか？あ、決まった。見せてください。あ、これ全部なんかハッシュタグがついてるのにハマってるのね。ハマってるというか、かわいいと思った。で、日本はこう白い、そう、白い一応でも全部ハッシュタグがついてるの。そう、そういうこと。なんか合ってるかしら。合ってるかしら。こんな感じ。はい、この辺ダメだよ。うん、でまたなんか白っぽいの、かわいい。これ筆箱じゃない？うん、これ筆箱じゃない？筆箱だよ。筆箱だ。筆箱でなんか文房具とかも入れられるタイプ。きちんとしまうの好きなの。ボンボン入れるタイプが好きな人は向かなそう。あ、これね。これ夏っぽいからね。かわいい。でもかわいいけどさ、うん、あの11月とかの時まだこれ使ってるし。そうか、別にいいと思うけどね。やだやだやだ。どうしますか。奥にはね、いいのがあると思って。ちょっとね、漁ってるんですよ。これラスト一つだ。かわいい。かわいい。黒と白でかわいい。うん。おい、おい、ママが持ってきます。おお、すごいね。かわいい。かわいい。これだ、これ。これでこうだ。かわいい。ちょっとごつい気がする。ニューヨークって書いてあるね。ごつい気がするんだよね。で、コンパクトでいっぱい貼るの。うん。ポーチ系。ん？かわいい、見て。かわいい。どうしよう、どうしよう。グリーン面もあるよ。グリーン面。グリーン面ちょっと薄いけどね。でも厚さがね。でも、うん。でもコンパクトだね、意外と。うん。うん、なるほどね。うん。まあでも大人っぽい感じはするけどね、キャラだけど。おお、すごい。これ何これ。おお、あー、こういう感じか。いや、うんうんうん。ピンクユニコーンが入ってる。ユニコーンだね。どうしよう。
他のとこにもあるかな。可愛いこれ。あ、これなんか前もあったよね。前あった。可愛い、すごいいっぱい入りそうなリュック型の、リュック型の筆箱。こうやって持つ、こうやって持つ本当にそうやって持つん？ママどうしよう、筆箱しよう。意外とシンプルが好きなの。じゃあシンプル。可愛くない？ちょっとバンバン入れられるか。あ、星ついてるよ。あ、可愛い。シフォのトレード。お、なんだ可愛い、これシホのトレードマーク欲しいなの、うん、最近ほんとシンプルだもんね。服もそうだけど、こっちはちょっと違う。ちょっとバンバン入れられないな。うん、見て見て、あ、違かったね、うん、一瞬ケーキに入れたね。すごいね、こういうのね。もうバッグみたい、ポーチみたい。あ、筆箱じゃないの。でも可愛い。70% オフだってよ。すごくない？これ水筒だった。見て、めっちゃ可愛い。可愛い。あ、いいねこれね。二重になってて。780円。安い。見てこのミルクボトル可愛くない？見て、しーちゃん。すごいこれ。可愛い。ね、このポーチまたハッシュタグだよ。本当だ。筆箱じゃないんだよね、でもね。ポーチなんだよ。ブランド物発見。でもめっちゃモコモコなんだよね。本当だ。あ、チミニティ。うん。シンプルだね、それ。これ可愛くない？うん、これ可愛い、シンプルだ。ちょっと幅あるけど、うん、あ、ハッシュタグ、うん、可愛い、これ。これ可愛い。最初ね、これもね、なんかねシンプルかなって言ってたんだけどね。なんかね、これなんかここにね、こうなんか何、うん、ブレスレットみたいなのをつけてカスタマイズできるって、うん、これもすごいよね。ここのなんか、うん、ここがね、ここがなんか空洞になってる、ね、どうしよう、ちょっと悩みますね。かわいいけどね。かわいいよね。なんか黒って新鮮、今までずっとピンクできたから。そうなの。ついにしほちゃんちょっとやっぱ大人っぽくなってきたのかな。カバンかわいいね。なんと前に使ってた濃いピンクの薄いバージョン。他にもね、水色と白とエメラルドグリーム。エメラルドグリームかわいい。リミとおそろいにしよう。リミ、リミはでもまだね、ちょっとね、筆箱こういうの。かわいい、めっちゃかわいいね、おそろいにしたあ、これかわいい、めっちゃかわいい。これにしようかなこれにしようかな。めっちゃピンってくる、これ。これにしなさいって神様が言ってる。本当。お揃いにしなさいって神様が言ってる。言ってんの、うん、リミに聞いてみなくちゃ。リミー、リミー、どうしよう、筆箱かわいいの。筆箱じゃない、私がいっぱい。これもお揃いにできるよ。本当だ、リミがすごい。これにと使える。うん、めっちゃかわいいね。おめでとうね、こういうのも。あ、くまちゃんかわいい。どうしよう、かわいい。タピオカかわいいよね。すごいよね。タピオカのこれスクイーズ。ん？あ、綿飴？うんちなのこれ。コットンキャンディーだから綿飴だよ、しーちゃん。すごい。
違う、なんでもんちに見えんじゃないの。だってコットンキャンディーって書いてあるもん。綿飴に綿飴だよ。うんちって書いてある。書いてません。もうどんだけうんちが好きなの。え、じゃあそんな好きじゃない。ママも好きでしょ。まあママも好きだけどね。そのこと言えないじゃん。まあね。グミペア。サンジーラおやつが甘い。